はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん。ちょっと前に紹介しましたボイスキーさんとこで取り扱っているバレット M82A1 のね、エアコキ廃墟式スポンジ弾を使うナーフ系のね、おもちゃでまた遊んでいこうかなっていう動画になります。今回はね、これ金属製のカートリッジを準備したんで、まあこれ廃墟させて、わあ気持ちいいねっていうだけの動画なんですけど、まあやってみよう。これね、10個セットで4000円で Amazon で売られてますんでね、まあとりあえず見つけておおと思って買いました。これね、あ、アルミだね。重さからいくとすごく軽いです。まあ、このマガジンにこうやって入れていくわけだけどね。ただね、これそのカートリッジとマガジンの大きさがね、全然ちっちゃいんだよね。なんでね、あのリアルサイズなのは10本体だけにはなるんですけどね、とりあえずこいつをバシッとつけてどうなるのかね、やってみたいじゃないですか。バーン、おお、いいねいいわ。ガチャン、なるほど、エキストラクターがちゃんと噛む時と噛まない時があるね。これどうなんだろうね、打った方がエキストラクターが効くのかもしんないね。ちょっともう一回やってみよう。あ、でもね、とてもいい質感ですよ。これです。お、一瞬ジャム打ったけど、あ、打った方がエキストラクターの掴みは良さそうですねしかしすげえ音するな。よっしゃ、いやー相変わらず楽しいね。ただこれだけですもうだってやることないもん。これ廃墟して、このちょっと金属音が鳴りますよっていうだけなんでねです。まあせっかくなんで、ちょっと角度違いでこいつです。はい、いかがだったでしょうか。ボイスキーさんとこが扱ってるバレット M82 用の金属カートリッジ、なかなかいいね。結構遠慮なくガシガシ使いましたけど、そんなに傷が入ったりすることもなく、ね、しっかり使えてます。で、廃墟性能もね、排出もきっちり排出されます。そんなにその理不尽なジャムが起こるとかね、おかしな挙動は見受けられませんでした。まあただね、金額はちょっとこれ10個で4000円なんでね、1個400円、まあそんなもんか、ね、っていう金額にはなってますけど、そもそもこいつについてくる黒い樹脂製のカートリッジで遊ぶよりは、これをガシガシ廃墟させた方がはるかに気分が上がると思いますんでね、もし気になるよって人がいたら、概要欄にリンク貼っておきますんでね、ぜひ使ってみるといいんじゃないでしょうか。こんな感じです。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし。やっぱりね、カートリッジは金属音が鳴り響くのがいいですね。です